の家か。やばすぎだ。そっち大丈夫？まあ大丈夫。こっち見て。このマーク行こう。怖い、ここ足滑りそうで。めっちゃロ。右押さえてる、ね。右のボスセットが上すぎる。右三。シュート。ったこれ一人来れる？これガチ美味しい。でこっちもね美味しいわ。やっぱ一人。俺によると使ったフューズ。あー、オルトも使ってくれた。フランチャイジャー返しとくわ。全然大丈夫。オルト構えていい。でも今右やりたいんだよ。右やりたいよ。右カバー行くわ。右やりたい。吹いてってるよ。この石の。割ってる。これ撃てる？バラエティじゃない。撃てる。こうやりたい。グレない。グレいるわ。いやーダメか。一緒にプして蹴るね。一人ノック。何も見えない。終わった。よし。ナイス。戻ろ。4部隊。あくたまほしい。2部隊。オッケー。あー、こっち。右がクリプト。やばし。あ、弾抜けた。ガケだね。俺黙んねえわ。右フルパかな。こっちやろ。ドーム入った右。ナイス。気をつけて。化け物。あー、ごめん、やられた。ボコフは僕。ラストボコフからアルピを抑えて。ありがとう。じゃん。ナイス。強引すぎるって。ナイスナイス。あんたら強すぎだ。せー。うぃー。さすがにイージーゲームか。とこの2人いたら。ありゃ強いね。でもマジで、エイペックスの理解度はマジでトップレベルに高いと思ってはいる。当たり前でしょ。楽だわ。動き考えなくていいから。ラスちゃんが右行こう。オッケー。左行こう。オッケー。いけるよ。考えろよ、お前も。俺とやるとき一緒になんか考えたら、うん、出力増えて、他の人とやるときもっとやりやすくなるよ。確かに。なんか考えよ。このときなんで右行ったのとか聞いていいから。あ、聞こう。右やるタイミングね。そうだ、右めっちゃ倒したかったね、あっこ。うん、さっき言ってた通り、うん、このゲーム、そのエリア広げれば広がるほど強いんだよね。強いね、あの車線作れるし、うん、だからその中にこもってるやつらが出た瞬間撃つのが有利じゃん。あのアンチとかで出てきた時ってことかな。うん、うん、そうだから、相手がこういうとさせるのが、あの簡単に言ったら大事だってこと。こっちが動くんじゃなくて相手を動かせる。そうそう、うん、で相手を行動範囲を縛られて、うん、あのそのためには右の3人やったらもう終わりってことよ。僕らの元々いた場所と相手のあの大きい岩の場所と、まあ、全部残りの敵が全部エステートの中で、僕らがエステートの外全部使えて、
アンチがどう寄ってもまあ大体有利。これはアンチがどう寄るか予想のプレイじゃなくて、俺たちがなんか、うん、そのどんな状況が来ても勝てるような、はい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 、結果を作るんだよね。これ上のエリアが使えるようにしておくと、まあ、どうアンチ寄ってもまあ次の援護が楽だったり強かったり、そうそうそう、する形を作れますよと。でさっき俺一人でずっと右行ってたじゃん。行ってた。そう、右のエリアの考えと、うん、あの何人いるかと何の構成かと、右を圧迫することで、うん、あの敵のバンガルとかフュージョルとなくなった、うん、なくなった。リソース使わして、で次は俺たちの攻撃番だから、はい、入ってもすぐパン。ああなるほどね、一回リソース吐かせるんだ。そう、確かになんかラスちゃんとか、あとフェリシとかもそうかな、なんかその動き CR カップの時にめっちゃされた気がする僕。そう、相手の立場では使うしかないんだよ。そうだね、使わないとそのまま倒されちゃうから。そう、結構大事だよ。確かに、うわそれめっちゃ確かにやってくるイメージあるわ。あんま僕やんないな、ゲーム理解度だ。でちょうどその後のタイミングで原くんウルトやってって言おうとしたんだけど、やってくれたから、いいタイミングで。あれもでももうちょっと後でもよかったかな、あのよかったんだよ多分。それじゃあ相手のやつ終わってじゃあ3人で行こうか、ウルト投げるねでもよかった。まあでも、まあ、結果的にね、その相手が投げた瞬間に逆に詰められたら、うん、その俺らが攻められる側になっちゃうから不利になるかもしれないから、はい、あやっぱじゃあ、まあ、別に、まあ、どっちでもいい。ウルトにはウルト返しちゃっていいんだ。そうそうそう。だからその正直ベトロヤのゲームでは正解がないんだよね、うんうん、相手次第で変わるから。確かに他のチームにも狙われちゃうし、うん、そう減らすだけ、うん、確率を、うんうん、皆さんこれがラスコーチングです。なんか俺漢字で説明だから、なんかコーチング下手だっていうイメージあるけど、全然俺理論的だからめちゃくちゃね、感覚派かと思いきや実は理論派ラスそうなんだよね、実はね。ちなみにラスちゃんが教えてくれてる理由は、前に僕が飯行った時にゲームを教えてくれって言った流れで教えてもらってます教えてよラスちゃん、強くなりたいよいいよ今度教えるよ俺。ハル君